こんにちは、しょうごです。ハロー、みさきなおだよ。早速だけど今回描くのは誰かな？今回描くのはクリップスタジオと現在コラボしている人気 VTuber のキズナアイちゃんです。出たね、自称人工知能搭載少女。なんだか自称って言葉が引っかかりますが、日本で人気の VTuber といえば彼女を真っ先に連想する人多いのではないでしょうか。ところで VTuber ってどういう意味だったっけ？まず VTuber とはバーチャル YouTuber の略称です。つまり生身の人が直接動画に出演しているわけではなく、 2D や 3D キャラに声を当てて動画を作っているのが VTuber の特徴です。特に最近は 3D の VTuber が増えてきたのね。その中でもキズナアイちゃんは代表格の人物だと思うよ。実際チャンネル登録者数が2020年7月13日の時点で276万人突破していますね。確か日本の VTuber の中ではトップクラスの登録者数なんじゃないかな。あれ、さっきショーゴが言ったように音声収録なら自称人工知能って。いや、そこはあえて触れないであげてください。気を取り直して、そんなアイちゃんですが、動画ではオリジナル曲やカバー曲を多数披露しており、とっても上手です。確かライブイベントとかもやってるよね。前に歌手の小林幸子さんと動画でコラボしていて、千本桜を歌ってた時はびっくりしたの。またキズナアイちゃんの活動は歌だけではありません。 YouTuber ジャンルの中でも人気があるゲーム実況もやっています。ただプレイスタイルが独特というか、結構プレイ中絶叫されていますね。ほらなお、人がせっかくオブラートに包んで一点のにぶち壊すのやめろ。でもまあキズナアイちゃんのおかげで、ゲーム実況の面白さはゲームが上手いか下手かでは判断できないんだなって思いました。キズナアイちゃんは2016年から YouTube をやってるみたいだけど、今では多数企業からのオファーが来る人気者だよね。そこには彼女の天真爛漫でちょっとどこか抜けていたり、時々現れるブラックな部分が歌唱力以外にもより魅力を引き出しているって私個人としては感じるんだよね。なんだ、あれこれ言いつつキズナアイちゃんのこと結構好きなんですね。そりゃそうだよ、可愛くなるには実際に可愛いキャラや人物を参考にしなきゃね。ああ、そういうことですか。とりあえず気を取り直して、キズナアイちゃんは初期動画の自己紹介通り知名度を上げ、いろんな CM に起用されていたり、オファーが多数来ており、 VTuber としての実力は折り紙付きだと思います。その証拠として YouTube や他の SNS などで定期的にファンアートやコスプレを見かけます。まあこの動画も一種のファンアートだよね。そうですね。ちなみに今回描いてる衣装は通常モードではなく、ライブやオリジナル曲アイアイアイの PV などに使われている衣装を参考にしました。この衣装はショーゴが冒頭で言ったクリップスタジオとのコラボ画像としても使われているよ。クリップスタジオはこれからデジタルでお絵描きを始めたいなって思っている人はおすすめのソフトだの。それでは次は色をつけながら、クリップスタジオのイサとキズナアイちゃんとのコラボパッケージについて視感を交えつつ語ってみようと思います。アイちゃんのファンも必見かもね。これはタレントの中川翔子さんがやってた方法で、背景を人物や小道具にあまり使わないであろう色を使うことで塗り残しを防止できます。実はこの方法って前回の描いてみた動画の少女革命ウテナを描いてみたでもやってるよ。概要欄から一緒にチェックしてくれると嬉しいな。さて本題のクリップスタジオについてです。分かっている人も多いかもしれませんが、クリップスタジオ通称クリスタは株式会社セルシスが開発し販売しているデジタルイラストや漫画、ジフアニメ、ラインスタンプなど作れるソフトです。今まさにショーゴが描いてるデジタルイラストに使ってるこのソフトのことだね。そうです。以前はイラストスタジオというイラストのみ対応したソフトがありました。それを改良して今のスタイルになったのがクリスタです。クリスタは機能がたくさんあるだけじゃなくて、 Windows と Mac どっちにも対応してるところも魅力だよ。そうい
えばイラストスタジオは、Windows のみ対応でしたね。またクリスタは初心者向けのデビューと、初心者プロどちらも使いやすいプロ、そしてプロ仕様かつ出版などにも、適応している EX の3種類があります。価格や機能に多少違いがあるけど、今回キズナアイちゃんのコラボパッケージはプロ限定になっているみたいだね。また個人的にはダウンロードではなく、パッケージ限定という部分も嬉しいポイントだと思います。ダウンロードの場合はすぐに使えて、パッケージより安いというメリットがあります。しかし何らかのトラブルでパソコンやタブレットを修理したり買い替えた場合、設定をやり直すのが面倒だったり、ソフトを買い直す可能性もあります。パソコンを2回雷にやられた経験者は語る。ほっとけ。でもまあセルシスはサービスが充実してる方だと思うので、アカウントさえ持っておけば大丈夫だとは思います。ただ個人的にはパッケージがあれば所有欲も満たされます。あと今回のがクリスタプロだという部分も魅力の一つだよね。プロはさっきも言ったように、プロも初心者も使いやすいバージョンです。だから趣味としても仕事としてもお絵かきが楽しめると思います。それに後から EX にバージョンアップも可能だから、最初はプロでクリスタに慣れて、後から EX にして本格的に漫画や絵を描くプロの人も多いみたいだよ。ちなみに私も後から EX にバージョンアップしました。プロと EX の詳しい違いについてはセルシスの公式サイトを見てね。それからクリスタは他のお絵かきソフトと比べて割と低価格だったり、使い方が分かりやすいように思います。アイビスペイントみたいにスマホで絵を描く機能に関してはちょっとまだ不十分に感じますが、十分お絵描きソフトとして有能だなって思っています。買う前に他のお絵描きソフトと価格を比べてみるのもいいかもね。さらに今回のキズナアイちゃんコラボのパッケージは特典としてキズナアイちゃんのグッズがセットでもらえるよ。アイちゃんのファンの人なら欲しいかもね。これは数量限定となっております。なくなり次第販売終了だそうです。ところでさ、これって案件なの？いいえ、全く違います。単にコラボパッケージ発売記念でログインボーナスがもらえることを知って書いてみようと思っただけです。ログインボーナスはセルシスのアカウントを作っていれば誰でももらえるよ。ボーナスはクリッピーといって、エア漫画に使える素材と交換できます。素材を使うことでエア漫画のクオリティが上がるので、個人的におすすめです。手抜きとも言うけどね。違うわ。過去動画でも何度か言ってますが、自分の描いたものと素材を違和感なく合わせるのって結構難しく、意外と技術が必要です。これってなんとなく漫画やイラストの模写が簡単で本人の実力じゃないと勘違いしてる人の考え方に似てる気がするね。トレースも模写もやってみるとわかりますが、そんなに簡単じゃないです。素材の仕様もそれと同じだと個人的には思います。過去に描いたイラスト動画でもよくショーゴは素材を使っているよ。よかったら概要欄のおすすめ動画のリンクや再生リストから見てね。で、若干話がそれましたが、クリスタのログインボーナスがもらえるのは2020年の8月1日午前4時までとなっています。機会がありましたら毎日ログインしてみてください。ねえ、念のためもう1回聞くけど、これって案件じゃないんだよね？本当に何の案件でもなく、私はどこかの回し者ではありません。ただ単に今回のクリスタとのコラボを知ってキズナアイちゃんを書いてみただけです。だからキズナアイちゃんについてもクリスタの解説についても情報が不十分で、個人の意見が多く至らない点もあると思います。確か今回キズナアイちゃんを初めて描いてみたんだって？そうですね。なのでできればご意見やご感想、指摘などコメント欄などで言ってもらえるとありがたいです。ということで、キズナアイちゃんとクリスタについて総括すると、キズナアイちゃんはチャンネル登録者数が200万を超える人気 VTuber です。今回動画で言いそびれましたが、自称世界初の VTuber らしいです。自称というのがちょっと気になるけどね。そんなアイちゃんが今回人気お絵描きソフトクリップスタジオと期間限定ですがコラボしました。クリップスタジオはデジタルイラストの初心者からプロまでいろんな人が使える機能が満載のソフトだよ。現在ログインボーナスもやっているから、機会があったら一度やってみてね。そろそろイラストの完成です。この絵では色塗りの最初にやった青い背景をあえて完成のイラストにも活かして仕上げようと思います。それじゃあ完成まで
少しの間スキープ。以上です。今回は人気 VTuber のキズナアイちゃんを描いてみました。今回の完成イラストは概要欄の福祉部リンクから見れるよ。よかったらチェックしてみてね。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは、再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。